皆さんこんにちは、今日もデントコーンの種まきをしております。この畑で、デントコーンの種まきは終了になります。種まき開始から約半月ぐらいが経ちました。その間、そっちの見えるかな、一番草の収穫だったり、収穫してちょっと時間経ったのでまた二番草が伸びてきておりますが、その収穫だったり、あとはここから見える田んぼの仕事だったり、あとは牧草の種まきだったり、そういったことをしていたので、だいぶ種まき開始から時間経ってしまいましたが、やっと、今日デントコーンの種まき終わろうとしております。ここもすごく天気が良くてですね、ほらご覧のように青空で、まあちょっと雲もありますが、すごく天気が良くて種まき日和となっております。ただ山形県も今日は最高気温が30度超えということで、すごく暑い6月です。そんな中、種まき進めていきたいと思います。この畑はご覧のようにちょっと丘になっていて、すごく遠くの山まで見渡せる、すごく眺めがいいところになっております。少し形が悪いので全部畑見渡すことはできませんが、まあ1ヘクタールぐらいここもあるんじゃないでしょうか。この長さが150メーター以上ぐらいあります。ここの畑は結構細長くなってる畑です。ここから見える、田んぼですね、ほらずっと見えますが、以前は、半分から下ぐらいは全部牧草を作っていた、田んぼなんですが、最近ですね5年に1回ぐらい水を張らなくてはいけないということで、水田に戻っていってる、田んぼ立ちです。どれぐらい効果あるか分かりませんが、鳥よけ、獣よけとして、あの宇宙人みたいなやつをつけております。何かの足跡を発見しました。こっち割と大きめな、何の足跡でしょう。
もうボコボコった穴入ったからちょっと足型が分かんねえから何の足跡かは分かんねえけど。なんでしょう。ね、ここの畑も毎年のように熊来るとこだからね。山近いからね。今年も来るんだべね。やっぱりね。こっちの方さずっと畑を横断していったようです。この辺歩いてったんだな。何かが。はっきりと足型が分かんねえから何だか分かんねえけど、ちょっと大きめな動物が歩いてったようです、はい。そしてこちらの畑が、この前一番草を収穫した畑です。今二番草が成長中です。一番草はちょっと雨が少なかったからか収量が少なかったんですけども、2番草は今のところ順調に育っているように見えます、ね、どう？実はアクシデントがあって、ちょっとデントコーンの種がこのように綺麗に埋まってないところが何列だ4列ぐらいあったので、今手作業で埋めてもらっております。いいよいいよ、じゃあお願いします。 150m×4 だから600m ぐらいあるから。種まき再開します。はい、ということで、全ての畑で、デントコーンまき終了することができました。いや、今日も暑い日でした、ここの畑なんかはすごく傾斜地でですね、以前は、歩いて巻いていた頃にはすごく大変な思いしてましたが、このトラクターで巻けるようになってから、すごく楽できております。いや、機械にはやっぱ感謝だね。でもちょっと失敗したところは、今まだ妻が巻き方しております。見えるか。まだまだ。はい、頑張って。はい、もう少しだそうです。ここの畑はですね、こっち反対見てもらうと分かるように林がすぐ近くで、毎年のようにクマなんかが来るところです。この後は、ここに獣害対策をしていきたいと思います。今回新しく買ったオドデルヤズで、まず鳥やイノシシなんか来ないようにこんな感じで、つけていきたいと思います。音と光でね、威嚇するようなんで、どれぐらい効果あるか分かりませんが、こういったものでまずは対策して、その後ですね、電気柵をぐるり貼っていきたいと思います。この町の中にはもうすごくイノシシの被害があるところがあって、そういったところだともうデントコーンの種をまいた後、もう次の日にはここが、掘られでですね、荒らされで全部種食べられてしまうようなところ、そういったところもあるそうですが、今のところまだ私のいるこの辺はそこまでイノシシの被害がないので、まだ多分大丈夫だと思ってます。せっかくまいたのがね、食べられてしまうとやっぱり悔しいので、なるべく早く
天気貼っていきたいと思います。それでは、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。